1978年の横浜太陽ホエールズでは、1978年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。この年の横浜太陽ホエールズは、2回目のベッドをカオる監督体制の2年目のシーズンであり、横浜スタジアムを本拠地とした1年目のシーズンである。前述のように、ホームグラウンドを横浜市に移転して球団名を解消し、 ホーム用のロゴを横浜に変更して、チームカラーも港町、横浜にふさわしく、マリンブルーに、ビジター用の上着もマリンブルーに変更するなど、ユニフォームを一新したチームは、開幕から前年覇者の巨人やヤクルトと主を争い、8月時点では巨人と3.5ゲーム差につけた。終盤は、東打共に息切れして、広島に抜かれたものの、 中日の故障者続出に助けられて4位で終えた。投手陣では、ベテラン平松正治と2年目の斎藤昭夫に加えて、この年日本ハムからトレードで復帰した野村治虫が2桁勝利を挙げた。特に野村はこの年17勝を挙げて、別当監督の期待に応える活躍を見せ、チームの4躍進の原動力となり、全体の防御率も3.90で、リーグ2位。 打撃陣は巨人へ遺跡のジョン・シピンの穴埋めとして、大リーグからフェリックス・ミヤーンが加入して、打撃、守備でチームに貢献した。本拠地移転もあり、本塁打は前年の176本から132本へ減少したが、不動の4番、松原誠や田代富雄や高木雄一ら打線の活躍で、打率はリーグ3位となった。 対戦成績では最下位の阪神に19勝を5敗2分と勝ち越したが、それ以外では中日に14勝12敗と勝ち越すのが、やっとだった。シーズン終了後、ホエールズの第2位株主だった西武鉄道がクラウンライターライオンズを買収したため、西武は球団株式の45%を TBS と日本放送に売却した。ありがとうございます。